吉本陸上競技会。吉本陸上競技会とは2001年から毎日放送、MBS テレビで年に1回放送される事前収録形式の特別番組。収録の際には万博記念競技場をほぼ半日借り切った上で、主に吉本クリエイティブエイジェンシー所属の芸人が様々な陸上競技に挑んでいる。MBS では第9回まで、 土曜日もしくは日曜日の昼間の時間帯に放送されていた。第10回、第11回にはスパモク。第12回、第13回には水徳。いずれも TBS 系列の特別番組枠を差し替わることによってゴールデンタイムに2時間の放送枠を確保。また、ガオラでも遅れ放送を実施している。なお、MBS 以外の TBS 系列局では CBC テレビが年始の番組として翌年に1月第1週目に放送しているほか、採用放送、RSK でも一部の回を MBS から遅れて放送、直近では第10回の放送を約1ヶ月半での12月29日9時50分11時45分で、第11回は約2ヶ月遅れの12月30日11時55分から13時55分で、 放送された。2011年の第11回は、熊本放送、RKK が MBS との同時ネットで放送した。2013年の第13回では、RSK の他に、中国放送、RCC、IT レビ、ITV、北陸放送、マロが年末に遅れネットを実施。ITV では十二月十二日、日曜日の十四時十五時十四分。 RSK では12月30日、月曜日の7時8時55分、マロが同日の12時50分14時55分、RCC が12月31日、火曜日の14時14分16時15分にそれぞれ放送した。2014年の第14回は翌2015年の3月15日、日曜日に RCC で14時17時に放送された。 2015年の第15回では、MBS が11月9日、月曜日の24時59分25時44分、翌10日の0時59分1時44分に、本編に続いて、万博陸上競技場のフィールド上で収録した、いよいよ吉本陸上開幕前前夜祭り、を、関西ローカルで放送。本編に続いて、朝越越やなぎぶそん。 いずれもザ・プラン9、リポーター、玉巻恵美、同年入社の MBS アナウンサー、会場アナウンス兼、リポーター、レーザーラモン RG、吉本芸人チームの選手代表、竹井壮、後述するスーパーアスリートチームの選手代表が登場すると、共に、過去14回の名場面ダイジェストや、第15回の見どころを収めた映像を放送した。2017年の、 第17回からは初夏5月に収録。第17回では3名1組の3チームが1名の女性アスリートと競い合う女子駅伝や野球好きを辞任する芸人、タレントが竹井と対決するロングスー野球の高級を使用した遠筒競技を初めて実施した。芸人チームには吉本クリエイティブエージェンシー以外の芸能事務所に所属するタレントから初めて 朝井企画所属の稲村亜美が、スケット扱いで参加。上記の競技へ出場している。2018年の第18回では、MBS テレビ制作番組の出演者が参加するチームと、当該番組へ、レギュラーで出演しない芸人を集めたチームによる対抗戦へリニューアル。チチンプイプイチーム、土曜日、聖夜年。&、吉本新喜劇チーム、戦え。 スポーツ内閣チームと吉本陸上オールドチーム、吉本陸上ヤングチームが4つの種目、マラソン100、100メートル層、2.25メートル走、10キロメートル駅伝で競い合った。以下の項目より出場選手の芸名、コンビ名は出場時点での名称で表記。斉藤つとむ以外は出演時点で MBS アナウンサー。 第18回時点以下はいずれも MBS アナウンサー、過去、万博陸上競技場のトラック、通路、外周道路をコースに利用。第9回では、ワイナイが3分半遅れで、スタートに抜かれた選手がその場で脱落する 4.2195km マラソンとして開催。第10回以降は、第9回と同じ趣向ながら、トラック、通路、 外周道路を2周する 5km のコースに延長した。ハンデマッチ 5km マラソンとして開催された第16回ではリオデジャネイロオリンピック男子マラソンにカンボジア代表として出場したネコヒロシもスーパーアスリートとして参加。スーパーアスリートチームへのハンディキャップとしてネコのスタートを芸人より2分、ワイナイナのスタートを芸人より3分遅らせた。さらに 芸人チームからの参加者が両者より一人でも先にゴールへ到達できれば芸人チームの勝利とみなした。第17回で実施された女子駅伝では万博陸上競技場のトラック、通路、外周道路をコース、総距離 2km に使用するとともにスーパーアスリートチームから出場する女性アスリート1名に腕を設定。女性芸人。 タレントを3名1組の3チームに分けた上で、いずれかのチームの最終走者が、駅伝形式で女性アスリートより先にゴールへ到達すれば、芸人チームの勝利とみなしていた。芸人、タレントで構成したチームのコースは3区構成で、1区と2区をそれぞれ500メートル、最終区間の3区のみ1キロメートルに設定している。第18回では、駅伝競技を6区構成。 チーム対抗形式の 10km 駅で2リニューアル。2区と4区のみ 1km、その他の区間を 2km に設定したほか、陸上競技場に隣接するサブグラウンド、砂地の 40m トラックをコースの一部に組み込んだ。また、出場チームに1名の女性選手を必ず入れることを条件に2区を女性専用区間に指定。 第17回までのスーパーアスリートチームを継承した戦え。スポーツ内閣チームには、1区のスタートを他チームより3分30秒、遅らせるという判で犯した。第10回からは、年齢制限を撤廃した上で、芸人チーム内で2組の予選を実施。予選上位の芸人がアスリートと決勝で戦う。なお決勝では、芸人がアスリートより5メートル。 第13回第16回は7メートル、第17回以降は10メートル前から走らせるというハンディキャップを入れている。得点がつかない競技として、第7回第9回に実施。第7回第8回には、勝利チームの全選手のみ、昼食に高級食材が振る舞われた。第15回では、当大会の初期から活躍しているアラフォー、40歳前後、 の男性芸人7名と秋元とのハンデ戦によるマスターズ100メートルハードルを実施したところシャンプーハットコイデが優勝したただし勝利チームに賞金20万円を申請する他の種目と違って優勝者に賞品食事券を申請また記録上はチームの勝敗に含めていなかった第17回ではキャラクターマネーフラックス あるキャラクターに噴した5人の芸人が15メートル先に立てられた1本の旗を奪い合うビーチフラッグス形式の競技を実施。最初に旗を取ったミスター人間ペナルティ・ワッキーには旗につけられた5万円が賞金として申定された。ただしスーパーアスリートチームから誰も出場しなかったため記録上はチームの勝敗に含めていなかった。第1回第6回と 第9回では、個人戦での総合点、第7回第8回では、チーム対抗戦での総合点、第10回以降は勝利した種目の総数で決定。第1回から第9回まで実施、第13回から MVP のみ、再び選出するようになった。マイプとは、最も吉本的なプレイヤーを意味する。 太字の選手の見本戦へ、出場 100m 走 BR 砲丸投げ、BR100m 走 BR5km マラソン、BR。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。